れ様です。本日は、私のおすすめ商品を紹介したいと思います。こちらは、ハーバリウムディフューザーで、ハーバリウム見た目も楽しめるし香りも楽しめるっていう商品になっております。この香りの商品の担当のバイヤーさんっていうの？あ、そうです、ディフューザーの担当で、実際、はい、仕入れることを決めたっていうことですね。はい、うん、メーカーさんがお店に直接商談に来てくださった時にこちらの商品を紹介してくださって、でこちらともう一つの香りがあって、で香りを嗅いで、こっちが衝撃的で、うわめっちゃいい香りすると思って、昔私が使っていた香水の香りそっくりだったんですよね。その香水の名前は香水がドルチェ&ガッパンナの香水だったんですよ。あ、やっぱりそうですかの香水の香りですっごい似てるので、これはぜひ取りたい、導入したいっていうことでお店で入れてみました。はい、すっごく本当にはい、ドルチェ&ガッパーナの香水そっくりな香りでめちゃめちゃいい香りします。で、この容量でスティックもこんだけ長いので、私お部屋で6畳のお部屋に使ってるんですけど、毎日ひっくり返してこのスティックをひっくり返して、香りを、お部屋に広めてて、なので毎日、お家に帰るとすごいいい香りに迎えていただければ。容量って何ミリリットル、はい、と、これが400ミリリットルになります。なんで半年ぐらいは持ちます、うん、はい、めちゃめちゃいい香りですね。このスティックって通常ナチュラル のウッドスティックっていうベージュっぽい香りがスタンダードなんですけど、これは、雰囲気に合わせてここもちょっとダークな色だったり、これ黒いスティックなんですけど、なんでしょう、お部屋のインテリアとしてもすごいグッと雰囲気が出ます、はい、ハーバリウムってあれですよね、はい、結構それの半分ぐらいのサイズで3000円とか2500円とかしちゃう。そうです ね、そうですね、これぐらいのサイズ、あ、そうですね、2、3000円とか普通にしますよね、うん、なので見てハーバリウム見たく見ても楽しめれますし、すごいいい香りで香りも楽しめるっていう、そうですね、2つ金揃ってこれで3200円なのですごく楽しめると思います。まあ、ただ、一番のポイントは何ですか？はい、あ、香り、うん、ですよね、はい、香りは何の香りですか？ドルチェ&ガッパーナの香水ですの香りがします。はい、よろしくお願いします。